ラちゃんが見た。私はツツジ、新婚ホヤホヤの社会人。お相手は幼馴染の徳作。昔から気の合う友達だったが、ひょんなことから付き合い始めてつい1ヶ月前結婚までこぎつけた。幼馴染といえばもう一人。ツツジ、この本ってここでよかったかしら。うん、そこの本棚に入れておいて。ごめんね、貴重な休みを私の荷物整理のために使ってもらっちゃって。水臭いこと言わないでよ。私とあなたの仲じゃない。彼女はゆすりはちゃん。昔から徳田くんと3人でよく遊んだ中で私の一番の親友だ。社会人になった今も仲が良く、こうして私たちの家に遊びに来てくれたりする。二人が結婚か、なんだか寂しいわね。私も早く男捕まえなきゃね。徳田よりも素敵な人。そんな人いるかな。のろけてくれるわね。でもごまんといるわよ。あいつしっかりしてるようで抜けてるし、あとむっつりだし。いい？もしあいつに泣かされたら言うのよ。私がとっちめてやるから。大丈夫だよ。こんな感じでいつも頼もしいゆすりはちゃんは親友であるとともに私の憧れだった。昔から成績優秀でスポーツも万能で、おまけに手先も器用。あ、そうだ、この間くれたあの椅子すごく座り心地よかったよ。地下製だなんて信じられないくらい。あら、そう。色も綺麗な緑色だしね。ゆずりはちゃんのイメージカラー。好きな色をそう言ってもらえると嬉しいわね。あ、くれぐれも特製なんかに座らせないでね。羊の可愛いお尻だけ乗せてちょうだい。なんか変態チックだよその言い方。でもありがとう、大切にするね。いいのよ、頑丈に作ってあるから雑に扱ってくれても平気だけどね。そんなある日。いや、すみません奥さん、昼間からお邪魔してしまって。いえいえ、でも大変ですね、休日も仕事の打ち合わせなんて。いえ、まあ打ち合わせといっても半分は遊びに来たようなものですから。彼は徳沙君の同僚の柊木さん。プライベートでもよく飲みに行く中で今の会社で最も信頼できる人らしい。数十分後。ああ、そうだな、大まかな方向は決まったか。だね、続きはまた会社で。それにしてもいいね徳さん。ん？綺麗だ、嫉妬すら感じるよ。え？おい、お前まさか。ツジは俺のこの部屋、家具の一つ一つもその配置も初々しい魅力にあふれているよ。ああ、そっち。どうしたの柊木さん。ああ、こいつ建築とか家具が好きらしくてさ、たまにこんな風におかしなテンションになるんだ。へえ。まあ柊木、ツツジも引いてるしその辺で。ん？あの緑の椅子は？あ、友達にもらった椅子です。大切なものなのでたまに天日干ししたり豆に手入れしてるんですよ。そうですか、なるほど。あの、何か？いや、別に大したことではないんですけど。なんだよ、引っかかる言い方だな。気を悪くしないでくれよ。お？あの椅子の色、パリグリーンに似てるなと思って。パリグリーン？顔料だよ、花緑青とも言うんだけど、かなり色鮮やかで昔はよく使われてたんだ。あのナポレオンも気に入ってよく使ってたらしいよ。なんかすごいな。でも昔はって、今は使われてないのか？うん、あの顔料はね、言ってしまうと毒なんだ。なんといってもヒ素を含んでいるからね。まあとっくに危険性が認知されてて一般には流通してないし、似てるだけだろうけど。そうなんですか。先に言えよそれを。やっぱり言うべきじゃなかったね、そんなものが使われているなんてありえないことなのに。つい。まあ気にするなよ、万が一を心配して言ってくれたことだろう。でも大丈夫だ、どっかの土産とかならまだしも、あの椅子はゆずりはの手作りだからな。え、それにしても本当に博識なんですね柊木さんは。いや、ああ、さすがは家具に興奮する変質者だ。褒めてないよねそれ。さっきの話今度ゆずりはちゃんに教えてあげよう。ナポレオンと好きな色が一緒って聞いたら喜ぶかもな。あいつ女王様とか好きだったし。でもすごいよね、好きな色まで記録に残ってるだなんて。ああ、それはただ好きな色ってだけじゃなくて、パリグリーンが死因って説もあるからだと思います。死因？うん、パリグリーンはカビると毒ガスを発するんだ。それで部屋の至るところ
風呂場の壁紙にまで使われてた顔料からって説があってさ、乾いてたらそこまでじゃないけど手入れを怠って湿気たりするとやばいんだって。へえ。頑丈に作ってあるから多少雑に扱ってくれても平気だけどね。まさかね。そして次の日いい雰囲気の内装になったじゃない。まさに幸せな新婚夫婦って感じね。にしても徳さんのやつ、せっかくの日曜日なのに仕事だなんて、まったく新妻をほっといて会社優先だなんて先が思いやられるわ。仕方ないよ。あら、相変わらずあの椅子大切にしてるのね。いつまでも使ってたいから。だからああして毎日しっかり洗って拭いて天日干ししてるの。そう、手入れなんてしなくてももっと雑に扱ってくれてもいいのに。ねえゆずりはちゃん、ん、あの椅子すごく綺麗だけど、どんな鳥を使ってるの？え、そんなこと聞いてどうするのよ。いや、私も日曜大工で何か作ってみようかなって。それであの綺麗な色で塗りたいから。だからあの塗料どこで買ったのかなって。別に普通よ。絵の具の緑とそれから青と白を少しずつ混ぜて作ったの。え、あ、そうなの？よかった。なんでホッとしてるのよ。ごめん、別に何でも。でもそっか、パリグリーンってそんな感じでできるんだ。パリグリーン？あ、うん、徳坂の同僚がうちに来た時に聞いたんだけど、なんかあの色、ナポレオンが好きだった色に似てるんだって。でもその塗料には毒があったらしくて。なるほど、そういうこと。なら警戒するのも仕方ないか。ねえ、知ってる？ツツジ、あの色はね、今ではエメラルドグリーンっていうの。市販の絵の具ではあの鮮やかさを完全には再現できない。あなたも心の奥底では気づいてるんでしょ？疑い、怯え、今日私を見る目にずっと浮かんでるもの。ゆずりはちゃん、まったく、その同僚も余計な真似してくれたわね。ゆずりはちゃん、どうして？そんなの決まってるでしょ。憎かったからよ。昔から審査か、あの椅子を送ったのにまだわからないの？憎かったって、私たちずっと一緒で親友だったんじゃん。ねえツツジ、あなたが親友なら私がどうして緑が好きか知ってる？徳さんの好きな色だからよ。あの人昔から緑が好きよね。今だって服は緑のものを着ることが多いでしょ。私にとっては緑は徳さんの色なの。だから好きなのよ、緑が。それって、あら、気づいてなかったの？好きだったのよ、あんたなんかよりずっと前から。あんたさえいなければきっと私があの人と結ばれてたはずなのに。だから結婚祝いにあの椅子を送ったのよ。塗料を闇サイトで買ってまで。器用な私でも苦労したわ。一歩間違えたら自分が毒にやられるんだからね。でもあなたの苦しむ様を思うと、その苦労も甘美に感じたわ。ゆずりはちゃん、ただ計算違いだったのはあなたがここまであの椅子を大切にしたことね。おかげでカビが生えないんだもの。だからこんなはしたないことをしなきゃいけなくなった。それってまさか？ええ、パリグリーンの絵の具を溶かしたものよ。目に入ったら、飲み込んじゃったら。もっと早くこうするべきだった。あなたツツジっていうの？私はゆずりは、よろしくね。ツツジ、一緒に帰りましょう。ツツジをいじめてんのはあんたたち？え、ツツジ好きな人がいるの？応援するわよ。一刻も早く告っちゃいなさい。ちなみに誰？徳さん？そう、そうなの。あいつが。うん。頑張ってね。応援してる。は？何？あんた昔っから声が小さくてイライラするのよ。もっとはっきり喋りなさいよ。ごめんね、気づいてあげられなくて。
こんな時だけ大声出して本当に忌々しい女。ツツジ、私あなたが嫌いよ。あんた、分かったからもう喋らないで。今救急車。バカね、あんな椅子大切にしてもっと雑に扱えばよかったのよ。こんな私がプレゼントした椅子なんて。リハちゃん。その後、ゆずりはちゃんはすぐに病院に搬送された。しかし彼女は急性ヒ素中毒を発症。なんとか一命は取り留めたものの、今も意識を戻っていない。ねえ徳作君、あの時ゆずりはちゃんが毒を私じゃなく自分に使ったのは、少しでも私を友達だと思ってくれてたからかな。ああきっとそうだ。仲いいふりなんて限界がある。多分俺たちの友達としての顔も本当で、でもだからこそずっと苦しかったんじゃないかな。ごめんゆずりは、俺が今更何を言っても慰めにもならないだろうけど。ゆずりはちゃん。事件の後も私はあの椅子を捨てられなかった。美しい塗装部をそぎ落とされて、木はむき出して足も背もたれも細くなったために座れば壊れてしまうような姿だけれど、それでもあの椅子は今も私たちの部屋の片隅に確かにある。もう友達には戻れなくても、たとえ恨まれたままだとしても、どうかもう一度ゆずりはちゃんに目を覚ましてほしい。そんな願いを表すように。ご視聴いただきありがとうございました。パリグリーン、下手したら命を奪ってしまうかもしれない危険な代物ですが、美しい色に変わりないですね。というか詳しい人が身近にいて助かりましたね。それにしても自分から見たら親友だと思っている人からのプレゼントですよ。粗末になんて扱うわけないじゃないですか。何せよ一歩間違えたら命はなかったかもしれない恐ろしい出来事ですが、それと同時に悲しくなっちゃいました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも悲しいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。